フォーマウンテンズ諸島、フォーマウンテンズ諸島は、アメリカ合衆国アラスカ州アリューシャン列島の諸島。西から東に、アムクタ島、チャグラク島、ユナスカ島、ハーバート島、カーライル島、チュギナダック島、ウリアガ島、カガミル島がある。アムクタパスとアンドリアノフ諸島の間に位置し、西にアンドリアノフ諸島、東にサマルガパスとフォックス諸島がある。 総面積は545.596キロ平方メートルで、定住者はいない。最も大きい二つの島は、ユナスカ島とチュギナダック島である。チュギナダック島は、ほとんどが活火山クリーブランド山で構成される。名前は、アイランズ・オブ・ホー・バルケイノスを意味するロシア語から翻訳され、四つの著名な火山があることから、初期のロシアの探検家により、名付けられた。 アレウト5名2軍は、ファーザービニミノブによって1940年に報告された。5つのうち4つのみが最も初期の地図や、海図上にあるため、これらの島々の名前についての混乱があるようである。現在の名前は1894年にアセス、コンコードのフィールドパーティーによりまとめられ、1895年に、米海軍水路局によって発表された。ありがとうございます。